はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回はカルマを使ったデッキを作ってきました。はい、デッキ名は使えませんというような感じで、まあスプーキーカルマになっています。で、今回ねクジラが出てきたおかげで確定サーチができるようになりました。バーススペルだと瞑想、スロースペルだとゴーハードというふうなね動きがかませるというところがあって、スプーキーカルマの使い手がいたらすごいねワクワクするような感じなのかなというふうな感じです。はい、まあ、ただ自分はねタイトル通り使えないというふうなところもあるので、まあ、今回ちょっと動画は短いんですけど見ていただければなというふうな感じです。はい、ゴーハードが3、おぞましき3、ダメダメ1、偶像2、リバジェ2、お友達2、維新2、拒絶2、牢獄2、スタン3、カルマ3、ステッシュ3、嘆き3、瞑想2、クジラ3、つなぐもの2、復讐2というふうな感じになっています。デッキの使い方などは試合見ていただければ分かると思うので、それではどうぞ。はい、マッチングいたしました。お相手はアジルイエアというふうな感じですね。あ、よろしくお願いします。はい、こんにちは。これでいいかなと思います。まあ、貴族持っとっていいな。うん、これいこう。まあ、一旦目からね、はい、あの修行だ野郎をね芝居ていきたいので、あ、おぞましきけるか、まあパスしましょう。はい、あ、まあいいや、出しましょう。動いたかったらこれで OK。 はい、でスレッシュ、じゃあ貴族出してしまっていいかなと思います。はい、貴族出しながら、エリス様、え、どこですかっつってな。はい、で皇帝、ダメダメダメ、うん、まあスレッシュがねこことのシナジーは結構いいんじゃないかなってところもあるので、まあ悪くないかなと。で嘆き、嘆きめっちゃ引くけどな。お、パスと、じゃあパスしましょう。まあ相手がパスならねこっちもパスしちゃっていいので、でリバーチェイパー引ける。ここじゃあリバーチェイパー行ってもいいかなと思いますけど、どうせリバーチェイパー行ってみましょう。はい、でアタックね、うん、オッケーオッケー。あれ、なんでこんな入るの。あれ、なんだなんだなんだ、イレギュアジールだよな。あー、なるほどね、そういうのもあると、あ、そういうのあるっていうか、それを慣れてたのかな。まあシェイパーでブロッキングかましてでいいかなと思います。はい、これでいい。はい、衣打たれる、じゃあまあ特にねいいかなと思います。はい、はい、贈り物を弟子送りで、スレッシュいきましょう。はい、でじゃあここブロックして、まあここもブロックいくのもありかなっていうのはあるけどね。あ、これでいいか。はい、これでいいっすね。 OK、 うん、完備な響きっつってな。じゃあここは普通にパスでいいかな。はい、パスしましょう。オッケー、で牢獄、まあここスレッシュでね引っ張っちまってもいいんだけど、まあ引っ張らずにいきましょうか。はい、まあこれでいいかな。うん、身を返し、でパスね。お、こういうの入ってんのね。じゃあパスでいいかな。はい、まあおぞましき言ってもいいかなってところではあるんですけど、走りましょう。でホームカミング、じゃあここはおぞましきでいなしましょう。これですね。 OK、 はい、層の行を行るか。じゃあここ普通にこれでいいかな。はい、こうしましょう。拒絶ここに打ってもいいかなっていうのあるね。まあ、もう一枚、まあいいか、打っちゃって、これでいいや。はい、うん、こうしましょう。 OK、 はい、でパスでいいかな。まあゴーハードここ打ってね取っていくこともできるんですけど、まあ打たずにいきましょう。で石、こういう顔なんだよっつってな。じゃあパスしましょうか。はい、でいや今、じゃあこれは普通にねここにぶちかましていけばいいので、はい、まあ牢獄打ってこれが刺されば OK。 GG、 イエス。
はい、マッチングいたしました。お相手はドレイブンジンクスというふうな感じですね。ここはゴーハードはいらないですね。おぞましき持ちながら行きましょう。あ、まあ来るか。まあゴーハードくんならクフレでね、別にどうでもいいので、はい、やるぜというね、意気込みはいいやつだな、うん。まあパスしましょう。はい、まあ相手はどう来るか。あ、三条野郎もいいのか。じゃあパスしよう。まあゴーハード入れてもよかったかなってところあるけどね、ここね。まあ相手はノータイムでアタックしてくるのかどうだか分かんないですけど、してこねえならおぞましくぶちかましてね、 A 行けばいいので、はい、モンキー引き。じゃあここは普通にこれでいいかな。はい、うん、よし、いいぞ。普通にブロックですね。 OK、 はい、でパスとで、シェイパー、どの、じゃあシェイパー行きましょう。我らは魔法の流れの中。はい、止めてやる。で、止めてやるおっさん。じゃあここはこれでいいかな。ゴー。はい、川からの贈り物だ。で、破滅する。まあ、めっちゃいるな。三姉妹ってやつか。じゃあここは普通にゴーハードぶちかましてもいいかなっていうところあるけどな。まあゴーハードぶちかますか。ぶちかますか。うん、これいいわ。はい、オッケー。でパスですね。はい、でゴーハード入る。ジンクスって意味と、ここどうしよっかな。パスいいか。はい、今度こそは。でこれをブロックしていきましょう。はい、水は形を変え、拒絶する。ダメだった。どうしよっかな。ここまあ、パスしてゴーハード打ってパスでいいかな。はい、ゴーハード打ってパスしましょう。返す。うん、はい、でスレッシュ入れていきましょう。次ね、はい、でスタタンタタンタン。 OK、 奏でよつってな。でスレッシュで引っ張ってって、こいですね。オッケー。はい、で1体取っていく。でジンクス持ち戻っていく。まあパスでいいかな、ここは。はい、パスしましょう。うん、次破滅打ってもいいかなというところもあるので、6マナのね、あいつ3点飛ばすやつ出てくるかもしれないので、その際には破滅ぶち抜いて、はい、これでここまで出てるのに。 OK、 なら破滅っていいかなということですね。未知の世界へ身を投じる。発射まで10、ゆっせーの。うん、ドゥ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 ってな。はい、破滅ぶちかましましょう。忘れるぞ。これですね。オッケー。まああとは、クジラ出してってでいいかなというところですね。はい、でリバーシェイパー殿、まあシェイパーでもいいか、あ、まあクジラでは、クジラでスロースペルにしましょう。はい、でゴーハード入る。オッケー、ジジイ、イエス。はい、マッチングいたしました。お相手はビエゴというふうな感じですね。ここは偶像を持ちながらでもいいかなと思いますけど、これでいいか。 OK、 はい、うん、で瞑想偶像。 OK、 パスと、まあリベアシェイパー引ける。まああいつはね、しっかりとブロックしないとめんどくさいことになるのでブロックしていきましょう。で、はい、オッケー。うん、で、リバーシェイパー行きましょうか。お友達。川は大地に命を与え。はい。あー、カマンベール来るか、まあいいわ。飲み込んでやれ。飲み込みましょう。これですね。オッケー。はい。川からの贈り物。で、ゴーハード入る。いいね。が止まった。で、ヒガンガン。OK、 まあパスいいかな。はい、
で、リバーシェイパー。ここは普通に、まあパスでいいか。はい、パスしましょう。で、リバーシェイパー出してって、ですね。水は流れ、変わりゆく。で、ゴハード、打ちましょう。拒絶、ああ、そうなる。で、おぞましき、どうしようかな、ここ。ビエゴ来たらちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいので、アタックしましょう。で、OK だな、うん、水は形を変える。で、スターターン、タターン、ターン、まあ、パスでいいか。じゃあパスしましょう。で、嘆き。で、グーゾー、まあ、パスでいいかな。パスしましょう。じゃあ投げていきましょう。うん、はい、 OK。 でパスでもいいかな。パスしましょう、うん、でゴハード。じゃあ偶像を出しつつゴハードでいいか。はい、いきましょう。でパスと、じゃあパスでいいかな。はい、パスできればね。復讐、まあ、復讐行きなのでかいですね。で、ビエゴ来る。私たちのため。ビエゴね、取るか取るべきかってところなんだけど、で復讐で取っちゃおうか、はい、僕は紫味。イエーイっつってな。でパスと、じゃあ取りましょう。ライフスティール OK。 次のターンもしかすると明かりをつなぐものがね来てしまうかもしれないですけどね。それが嫌ですけど、はい。タコさん、まあじゃあパスしましょうか。はい、で、ヒガンガン。じゃあそれはダメダメしましょう。でもここは打っちゃいましょうか。 OK、 GJ、 イエス。はい、試合の方はどうだったでしょうか。はい、ちょっとねゴハードをねめっちゃ使ってるっていう試合がちょっと取れなくて、で取れなかった理由なんですけど、撮影してたらねちょっとディスクの容量のねオーバーで撮影が録画できてなかったっていうところでね、もうなくなりました。はい、もうサイド取るっていうのがめんどくさくてね、うん、ちょっとやめましたというふうな感じです。はい、まあ、このデッキ結構難しいデッキにはなってるという風な感じなので、かなり連動が必要かなというところです。はい、まあ、アグロが多い環境だったらこのデッキはね刺さるとは思うんですけど、まあ、ビエゴとかああいうでっかい系統のねユニットが並んでくるとちょっと厳しいのかなという風にも思いました。はい、まあ、今回の試合が知事と思った方がいれば高評価チャンネル登録のよろしくお願いします。また次回のところで会いましょう。じゃあね、バイバイ。